Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu, and available on YouTube. I'm your host Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Akemi Sasaki, Omote Senke tea ceremony master and teacher. Akemi is originally from Miyagi. Her family and she survived the 2011 Tohoku earthquake and tsunami. さんこんこにちはホノルルのののダウンタウンンタかから <Think S 2> <Think S 1> ハワイが日日本語ででお届けしていますすこんにちはハワイホストの国瀬ゆかりです今日の放送は、ハワイで表千家作動の講師をされている佐々木明美さんにスタジオにおいていただいています。明美さんは宮城を出身で、 東北大震災を乗り切って、えーまあ、生存されたということで <laughs> そあの話からお話しを伺いたいと思います今日はお忙しいところありがとうございました、はい、こちらこそよろしくお願いします今日は日本的な、えー、お着物の方がなぜかハワイにいらっしゃって <laughs> <laughs> ハワイのビーチのところにいるっていう <laughs> ここイメージでさせていただいていますがはい。はいはい えー、それで宮城のあのご出身で、はい、じゃもうその震災をもうワッと受けてしまわれたということですね,ですねも。もう語り尽くせませんが、ね、震災のことは、うん、あのもうまあい言ってみれば一瞬にしてもう世界が変わりましたね。はい、その時はそこに住んでらっしゃったわけですよね。はい、宮城に住んでらっしゃった。はい、で、まあそういうお話はいろいろあると思うんですけれど、はい、その。 終わったそのあ後にボランティアをされたということをお伺いしましたが、はいはい、どんなことをされてるんですかやはり海外からたくさんのボランティアが、はい、あのもうどんどん来てくださいましてね。そうで,したねで私のボランティアはああのまあ、いろんなものを片付けるあと土砂崩れとか、うん、も,ものをねあのうん、うん、片付けたりするものとはい、はい、それからその ボランティアに来た海外の方々にお茶を差し上げたり、はい、あのみんな、もうなんていうか普通にあの寝転んだり、はい、ホテルとかも何もおいしいですがもうライフラインが全部なくなってしまったのでそんな中で来てくれたボランティアの方にお茶をあげたりちょっとあの「センキュー」というスマイルをあげたりとかそんな感じのボランティアを年ぐらいでそこでそのアメリカの方も来ていただいて。はい ええ、最関係なんでしょうか。過去、はい、のハワイとのつながりというのは。あ、おも、友達なんとかでしたっけ。友達。そ,そうです。はい、あの、まあ、東北大震災が起きた時ですね。うん、まず、一番最初に、私どもの、あの、松島という基地がございます。はいはい、そこにね。<の>アメリカの友達作戦で、ね、はいはい、もう救援物資を積んだ。うん、あの、飛行機がね、助けてくれたんですよ。うん、それがね、ほん、それが、まず。 一筋の光でしたね。はあ、私たちにとっては。はい、救援物資の飛行機がどんどん来たわけですね。そうですね。それが光のようにられ。光る。もう暗闇の中に光がさした感じがしましたよね。うん、水もない。うんはい、もう寒い時期でしたから。ね、らもう、さむら、もう、食料やいろんなものをね、ねやっぱり。あ、助けられるんだなって、それ、あの、アメリカのその友達作戦によって。うん、命を救われた方。はた いると思います,です本当に感謝、はい、アメリカってかっこいいなと思いました <laughs> かっこいいなと思われたそうです <laughs>、はい、後でその時のなんか表彰状ですか感謝状の写真をさせていただくことにして、はい、そのボランティアをされていたお茶をあげたりっておっしゃってましたが、はい、それはあのこの表選挙の おおお茶茶茶のでではなくて本当にに普通飲むそうすもうそんな理由は何も関係なくもう寒い中泥まみれになって作業してくださった方にとにかく体温め同時にね心も温めてもらって少しでも疲れを癒せたらっていう気持ちで少しずつそこで1年間のボランティアをされて人生がとても大きく変わられたという体験をされて。 お仕事ずっっっっっとししししてていいららゃゃたたんんんでででででですすすすよね何何かかか会社員も変わそこ突然変わったわけではなくてもともとだんだんね日本で会社員で働いてまして40を過ぎるとねこのままですよはいやっぱり このままでいいのかとか自分を見直す機会っていうのが割とあったんですねそれで自分の将来について少しずつは考えていたんですそこに一つの大きなきっかけは大震災ですよねそれで一緒にしてこんな世の中が変わるんだなそれから地獄を見るようなところもシーンもありましたしそれで私はこのままじゃいけないやはり自分の思うように 生きなきゃ、生かされてる意味がないと思いました。はい、なるほど。でも、何も計画がないんですよ。それ、でもそれまでは、なんとなく、こう考えて,いて。考えていたんです。でその大きなきっかけがあって、<え>これは生かされたんだと。い。う感じを、こう体感した感じ。でしそうです。立ち止まりましたね。うん、自分の人生の中で。うんはい、今まで思って、悩んできたことと、それから、それを大きな、うん、その。まあ。 あまりいいきっかけではなかったけれどそれによって人生って何だろうとか人間ってどうやってね人の幸せって何なのかというどのように来たら幸せなのかということをもうボランティアをしながら泥の中でで考えました。た来わけすね。いろんな人との関わりがありました。もちろん自分だけで考えたわけではなくて。 もう被災された方のお茶関係の方それからもちろん海外から来てくださった方言葉も通じないし、はい、だけどいろんな出会いがね、うん、あの私の背中を押してくれたと私は思っていますでそのお茶の先生になろうと思われたのはもともとお茶をやってらっしゃったから思われたんはい、はい、そうです、はい、あの小さな頃からお茶は少しずつあ、はいま、ブランクはありましたか会社勤めをしてましたので、はいはい、ブランクはありましたけど、うんまあ、私の バックグラウンドにはいつもお茶があって、うん、それでお茶の精神というか考え方っていうのが多分、はいはい、私の支え、はい、になっていると思います。なるほど。じゃあそのお茶の精神と自分が人生で本当にやりたいことは何だろうっていう、うんそ、それはどういうふうにこうコネクトしたんですか。お茶じゃなくても他のこともできたわけですよね。そうですね。でもお茶にしたんですねその時もね。そうですね。それは何だったんですか。それはやっぱりお茶の精神が私の人生を支えて。 支え続けてくれたというお茶の精神についてちょっと私は素人なので分からないんですがお茶の精神とおっしゃるシンプルです本当にあの相手をお茶は立てる人といただく人といますよねだから立てる人はお客様のことを思いどのようにしたら喜んでいただけるかまたお客さんになる方はね あの感謝を込めてお茶をいただく。うん、もうシンプルです。もう,、うん、もう感謝と思いやりと、もうそれがベースになっているんじゃないでしょうかと私は思います。じゃあお茶の精神というのはその今おっしゃったようにちょっとまとめますと、はい、その思いやり与えるということですね。はい、お茶というシンボルがあるけれど、はい、与えるという思いやり、はいはい、それを受け取ってそれを感謝に。はい 感じる、はい、のこの両方向のコミュニケーションのようなさすがゆかりと。いやそんなことない <laughs> わからないんで私は本当にシンプルに言ったらもうそれだけだけと思いますそれが今まで考えられていたそのキャリア中止どうしようかなとか人生これでいいのかなと思って震災を受けてしまわれて、はい、そこにやっぱり行き着こうと。 シンプルでもそれが大事だと自分で思われた、はいえー、そんな感じでしょうかそうです、はい、そして私がお茶をしている時が私自身が一番幸せだった、うん、なるほどはい、えー。今日ですねこういう風うにとっても素敵なあのお着物を <laughs> ハワイではないような感じなんですけれど <laughs>、えー、特にその、えー、この帯を見てあげてください <laughs> You can show the、uh, OB i, the belt here、はいはい、この帯はなご説明いただいていいですかあいや。Uh, yeah. 説明するほどのものですが、<笑><笑>あの富士山のあの折っていただいて、これは手バで、はいはい、京都の,、はい、あの私のお気に入りの方が折ってくださいました。はい、この番組のために,ためにわざわざはい、はい、手で手で折ったんですよ。あそれを富士山をハワイで見せちゃおうという、はい、あのちょっと背中も見せちゃうかしら。<笑><笑>見えます。本当ですね。富士山が確かにありますね。うん、はい。 本当に心を込めておってくれます。なるほどありがとうございます。おっていただいた方。<laughs> はい。え、それでですね。じゃ、次にお伺いしたいのは。はい、その、まあ、お茶に原点に戻ったという感じで。そうですね。それと、うん、ハワイはどういうふうにくっついたんですか。ああ、あの。ちょうど。はい。一番近いですね。はい、日本からね。で、震災後、はい、あの、一年経ちまして、はい、それで、ちょっと。気持ちいい。 転換しようと思って旅行に来た時旅行にいらっしゃったそしたら表千家のハワイ支部っていうのがハワイにあるっていうのを知ったんですねそれでそれがあまり大きくなくてとても小さいこぢんまりとしてなので人手不足だと人手不足はじゃあちょっとハワイで私もそのメンバーシップになってねお茶をしようかなという程度ですああたまたまいらっしゃって旅行でそうです そして表参道を訪ねてみたらハワイの、はいはい、あまり人が多くなくて、はいはい、ちょっと人手が足らないと、はい、じゃあ助けてほしいといや助けてほしいというのるわけではないけど <laughs>、はい、私勝手にもうここで、うん、あの私にが皆さんの役に立つことがあるかなってまずそこからやってみような<ー>やってみたいなって思ったんですね、はい、多分最初はそういう気持ちだったと思いますなるほどじゃあそれでもう宮城をたた、えー、んですぐハワイにいらっしゃっちゃったんですかたんだ。

スーツケース三つぐらい、パーンと送りました。なんか多いんじゃないその旅行のスーツケースっていは、すみませんでしたから。はい。それでそのまま、学校に入りました。学校にいらっしゃった英語を勉強する。英語の勉強の学生ビザを取られて。ここにいらっしゃったと。そうです。その方は片方のというか、それでお茶ができると。なるほど。学生になれば、お茶ができると、はい。それで、あの、という形を取りました。なるほどですね。今はもうここに。 永住という形ですか。はい。ビザを取りました。はい、ビザは永住権を取りました。とって。そしてここで、お茶を教えていらっしゃる、はい。ということですね。はい、ここでちょっとじゃ、写真などを見ながら、お写真見せていただきながら。えー、お話を伺いたいと思います。フィリピンテカ、ああ、ショーダーピクチュース。はい。これは日本ですか。ハワイですか。これはハワイです。プリンスホテルで。はいはい、ワイキキの。プリンスホテル。はい、そうです。この、窯があるんですか。 持,ち持ってきましたよああもんね。いや、これは支部のものです。全部ね、はい、あの、道具は持ちは、あの。 運びましてなるほどこれはじゃあ旅行にいらっしゃってる方とか現地の方もここでお手前をいただけ昨年元年ものといのハワイのもよもしものが一年間ありました。ここで秋篠宮様がいらしてこちらの方でパーティーがあってその入り口のところでね住みの場所をいただきましてお手帳をしましたなるほどですねはい、これはハワイの ホテルで秋篠宮の皆様がいらっしゃった時の明治顔面念ものを祝うパーティーでの場ということですねはいありがとうございますこちらもこれはハワイ支部60周年設立60周年の60年になるんですよね表選挙の表選挙設立60年がありましてその年に私は偶然にもハワイに来まして覚醒ビザでそれであの ので不足なので、私がお手前を家元の前でさせていただきました。家元がいらっしゃる。そうです。緊張したでしょうね。私全然存じ上げたかったんですが、なぜかたぐ全このような機会に恵まれました。なるほど。はこれはハワイにある茶室ですね。そうです。あの日本文化センター。ああはいはいのところです。はい。Next one。 これは友達作戦でね、はい、私たちを救ってくれた、はい、ハリー大将でございますあこれアメリカ軍のえ友達作戦の方ですねそうです司、はい、令官ですねこれは何をされているんですかこれは60周年の,、はい、ちあのハワイ支部60周年の時のあの本願寺での喧嘩ですなるほど喧嘩をしていらっしゃる、はい、それで私がハリー大将のアシスタントこれもまた偶然 させててい,いいいいいたたたただだききまままししででです、ねはい、ですすちちちょっととここここ日本語でお届けんんににはは、えー、休憩を思 Japanese series in ThinkTech Hawaii taking right tuned short Stay here break back We are We'll be a アロハ。My name is Mark Shklav. I am the host of ThinkTech Hawaii's Law Across the Sea program.My program, program airs every other Monday at 1 o'clock on ThinkTech Hawaii. Most of my programs deal with my own life and law experience. Recently, I interviewed Alex Jempel, who I have known for over 30 years, about his voyage across the sea as a lawyer from Tokyo to Hawaii. Those are the type of stories that I like to bring and like to talk about. Human stories about law and life. Aloha. Aloha, I'm Melly James, host of Let's Mana Up. Tuesdays every other tuesday from 11 to 11.30 this show is meant to dive into stories of local product entrepreneurs and how they're growing their companies from right here in hawaii i'm so thrilled to have our show kicked off and so please join us on tuesdays at 11 o'clock as we talk to local entrepreneurs and hear their stories We're back from break. I am Yukari Kunisue and this is こんにちはハワイ Talking with あけみささきティセロマニマスター in Hawaii. l i v でお届けしております天気テックハワイの日本語番組こんにちはハワイ今日はハワイで茶道の表線形の講師をされている佐々木あけさんをお招きしていますそれでは引き続きあけみさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ、はい、先ほど写真を見せていただいて少し休憩をいただきましたが、はい えっと、それでですね、その、まあ、ハワイを拠点に、今は活動していらっしゃるということで。はいはい、で、これからもどんどん、そのハワイで、表選挙の、方向を大きくしていくっていう、そういう夢をていし。あれはいいですね。それは夢で夢で、もう一つの夢です。うですはい。ほか、一つっていうのは、他にも夢があるんですね。<laughs> 私、一人ではできないことなので。はい、だけど、少しずつ、やっぱり、あの、お茶に触れていただく人が、多くなればいいな。はい 思いますねパフォーマンスのお茶じゃなくてもう少しお茶の日本のやっぱり私たちが昔からあのた日本の伝統の文化そこにやっぱりある精神っていうのをなんか伝わるかなという気持ちが少しあります。お茶をを通して日日本本ののの文化伝統心、精神 まあ、ハワイ今拠点にしていらっしゃるけれど、はい、それで広めていきたいとそうう、ね、ういい感じででしょうかはそのですね作道をするということで、ま、先ほどお話しいただいたのは思いやりと感謝という話をされていましたが作道をしているということであけ美さん自身がですね何、はい、かこう自分の中で変わるっていうんですかねこう自分でこういうふうにしたいというふうに思っている哲学とか。はい こう,いうふうにしていきたいという、変えていきたいみたいなのはあるんでしょうか。人生のモットーみたいなものでしょうかね。人生のモットーですか。うん、うん、やっぱりそうですね。あの、私は茶道愛があります。茶道愛。はい、はい。<laughs> もう茶道が私の人生だと思っていますし、はい、お茶を、たっき一杯のお茶を立てるにも、うん、やっぱりもう。 愛をすごく込めますね愛を込める、はい、お茶に愛を込め、ね、そう込めますね、はいはい、だからその愛のやりとりが、はいはい、うんあの、広がっていったら、はい、みんな幸,幸,幸せな一瞬を過ごせるんじゃないかなって思うんです、ねはい、なるほどそれがじゃあ明美さんの中にある茶道というものを通じて広めたい心の中心ですね、はいはい、そうですねお茶愛 じゃあ愛ですね。茶道愛ということを初めて学びましたけれど <laughs> <て>今日。はい。私かっこよく生きたいんですよ。かっこよくっていうとうなんかだ誰が自分のあれなんですかこうかっこいい人のなんかモデルっていうのはあるのか。それはね風天のトさんでございます。うん、<laughs> 風天のトさんでは全然違うところからピュッと出てきましたけどはい。えー、厚み教師さん。そう。はい。大好きで子供の時から。はい。どこが大好きなんですかその。 やっ,っぱり風天具合ですよね。トロさんは潔い、潔いそして彼は愛がありますね。潔く愛がある。はい。よく桜に行ってますよね。トロさんはね。はいはい、あ、風天のトロさんご存知ですか。はいはい。ちょっとくらいは見てます。<laughs> 一様日本出身なんで。<laughs> はい。トロさんはね、いつも言うんですよ。はい。桜。 どこにいたって愛があれば天国じゃないか、はい、そういうもんだよとか言うんですよねもう決まってますねこの和服の雰囲気と、はい、やっぱりそういうふうに、はい、あの自分の夢を追いかけて自由に、うんうん、あ本当にあそうやって生きられたら本当、うん、に幸せなんじゃないかなって私は思うんですねでも今じゃ好きなことをやってらして、ええ なんかスーツケース三つでピュンって来ちゃって、そう最後はスーツケース一つにしたいですよ。一つに。はいはそうです。っていうことはかなりあけみさんは幸せな人生を今歩みつつあるということですね。めゃくちゃ幸せだと思いますね。そうですか。それは小さな悩みはいろいろありますよ。はいはい。老化もありますし、はい。嫌な人もいますしでもいないでしょうハワイには。いますいな一人ぐらいいるんじゃないでしょうか。あのやっぱりひか希望があります。うん。 何かいつも希望が私を照らしてくれているという思い込みがあります。で、うんうん、それはやはりお茶に通じているんですね、はいです。私がお茶をする意味もそこにあると思っています。うん、希望がも持てます。なるほど。そしてあ愛は目に見えませんが、はい、いろんな人に私はあげること与え与え,与えるって言ったらちょっとあれお子顔らしいですね。あ、はい、げることができるシェアしたいという、はい、そんな感じですね。すけどねそうですそうです、はい。シェアをすると。 でちょっと私基本的なことを質問させていただいてよろしいですか。はい。あのいろいろなこう疑問っていうんですか、学派っていうんですか、道、はい、のこうなんとか表先景裏先景ってありますよね。流派ですね。ですね、はい、全然分かっていいないという。はい。この <laughs> 違いっていうのはあるんですか。この私たちが、はい、もう素人が始めようというときに、はいはい、なんかその流派っていうのはすごく大事なことなんですか。うん。これは私の 考えですけれどそれほどあの重大ではないと思いますもともとは一つもともとは千の利休がちなみに千の利休とどうぞおっしゃってくださいお誕生日が千の利休があの切腹した日それと私の誕生日が 多分同じじゃないい私は思ですなぜかというと、はい、表千家の,、はい、あの千利休の命日の法要があるんですが、はいはい、それは必ず私の誕生日なんですど,なるほどもしかすると千利休が「うつんのりうつっている」って言っちゃいませんが、はい、じゃあ元に戻りますがじゃあ,あまり流派についてはこだわらなくてもいい そうですね元は一つですし精神は変わらないと思いますただちょっとパフォーマンスとか型とかがいろいろ違うやっぱり違いがなければ分かれませんので、はい、なるほどなるほど分かれるために違いを作ったというかでもその心の部分というのは変わりませんと思います変わ作動であればということですねはい、はい、なるほどはい。 で、えー、えー、と、先ほど、その感謝のっていう話をされていたんですが。はいはい、まあ、感謝をしてでもですね、人間長い人生、いろいろ失敗とかはあると思うんですね。<laughs> ありますね、はいじ。人生失敗だらけです。成功はまだありません。そうですか。はい あでもこれを成功とね、あの、はい、見,見られる方もいらっしゃるんじゃないか好きなところにいらっしゃって好きなことをしているというのを、はい、まだまだ旅の途中でございます。あの失敗っていうのはありますか？<laughs> もうこれはちょっと人に言いたくないっていうのをぜひ言っていただきたい,なと思います。言いたくない。<laughs> たくさんありますけど、ついこの間日本に帰った時はい、あのそうですね。 楽を見それで着物を着て自分の家から出発しまして文楽を見て羽田で経由で帰ろうと思ってちょっとハードスケジュールだったんですがそれで着物を脱いで着物を送りましたクリーニング屋さんに日本のね。それで T シャツと ジョギングパンツはあったんですがあのシューズがないで、<laughs> 着物の草履を履いたまま飛行機に乗ってハワイまで帰ってまいりました。さすがですね。<laughs> でもそれは大丈夫えー。何と言ってもハワイでは草履というスリッパのことを <laughs> b さんのことを草履と言っていますから、バッチリです。 まそれはちょっとかわいいですいやもうついつい先日のことですがやっぱり私は風天のね血があるなとでも恥ずかしくないんですねああいいですねやっぱりそのこう少々のことはもういいと私ね人にどのように見られているかということにほとんどこだわりませんこだわらないいい性格ですねはいそういう方だからこそもうスーツケース3つで来れちゃったという感じですねはい あのじゃあハワイまたはハワイに住んでいらっしゃる方でもいいですし日本からハワイに訪れて、えーまあ、ちょっとお手前をいただきたいというような方ですねそういう方はど,ういうどこに連絡するとあの表千家のところに行って、えー、お茶をいただけるじゃなうて自身、はい、あの自体ではそういうまだそういう活動はしてないんですが<ー>私個人で自分の自宅に、はい、あの古いコンドミニアムですけど、はい、あの小さな。

ハワイ大学のふもとのところのキングストリート沿いにありまして、なるほど。じゃあ毎月に例えばお泊りの方がタクシーなんかでいらしても10ドルぐらいで来れるようなところですね。そうですね。Uber で10ドルちょうどです。Uber で10ドルちょうどちょうどだそうです。はい、歩いても来れますっていう感じで。で、そここれはどういうふうにご連絡をすると？そうですね。私のメールアドレス、あの取材を受けたので、ちょっとアロハガールというウェブサイトを見てもらうと、あの風天のトラ 作動で出てくると思います。風天の虎作ってちょっとなんか、関係をここで作ってしまったはい、アロハガールズですね。アロハガールズ。ウェブマガジン。はい、そうですね。はい、そこで取材をしてくださった。私のそうで、メールアドレスと電話番号が載っておりますので。もうご一報くだされば、あの、いつでも。いつでもウェルカムです。では、ハワイにいらっしゃる方、またはハワイに、旅行旅行で、ぜひ一度お手前をという方は。 このアロハガールズをウェブサイトで調べていただいて、はいはい、風天の虎茶道 <laughs> というなんかとても面白い感じなんですけど <laughs> そこを調べてくださいそうすると、えー、赤見先生のお茶を、えー、試すことができるって言うんでしたら<や>はい、はい、もう、はい、あの何杯でもあの好きなだけ、はい、あの飲んでいただけるし、はい、と思いますしあのちなみにですね、はい えっと英語であのお茶をやったことがない方っていうのもいると思うんですね、ローカルの方で,、はい、で自分のお友達をぜひ連れてきたいなっいう方は、はいはい、英語でもやってくださるんですか？はいもちろんです。あ,ですね、あのもうブロック英語ですが、はい、ボ,ボディーランゲージで <laughs>、はい、もう言葉を超えますからね。はい、心ですからね <laughs> 皆さん心ですから。<laughs> はい、はい、あの本当に楽しい。 経験をね、はい、あの一期一会ですので、はい、楽しい時間を共有できたらいいなと思って、はい、そういうあのお茶の、はい、あのサービスを始めました、はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、もうそろそろ時間になってきたんですが、その前にですね、はい、まだあの東北地方で、いろいろ、まだあのこう。 大変な時間を過ごしていらっしゃる方ってまだ何年も経っていますがいら,い,いらっしゃいますよね、はいすま、故郷に対してですね、まあ、ハワイでこうやってあの頑張っていらっしゃる方がいますので何かメッセージみたいなのがありますかねメッセージですか、はいまあ、本当に私がメッセージをするのは大変鮮烈だと思いますけれど、うん、もう希望を忘れないでほしいと思います闇の中にい,るいても必ず希望がありますそのの希望の光をあの 信じて、ああ力強く健康で生きていきたいな、生きていってくださいというメッセージですね。みんな世界中の人が応援していると思います。それを信じていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。と、えー、てもあの心に響くメッセージをありがとうございました。えー、そろそろお時間が来たようです。